第14旅団は、陸上自衛隊の機動旅団の一つ。中部方面隊直轄にあり、香川県全通寺市の全通寺中屯地に司令部を置き、四国四県の防衛警備を担当する。2006年3月に、第2混成団から、即応近代化旅団に改編され、旅団編成完結式には、中部方面総監が臨席し、第15普通科連隊長、 第50普通科連隊長に自衛隊機が授与された。旅団の師団投票式は、第2混成団時代のものを踏襲しており、四国の地図の上に、ローマ数字の14を合わせたものである。2018年3月27日、陸上自衛隊で最初に、機動旅団に改編された。旅団司令部及び負隊、第50普通科連隊、第14広報支援隊、第14偵察隊、 第14通信中隊、第14音楽隊が全通時駐屯地において新編。第14特化隊、第14校舎特化中隊が松山駐屯地において新編。第14戦車中隊が日本原駐屯地において新編。第14旅団司令部付け隊科学防護隊を新編。高知駐屯地第 1A 社地区及び北徳島分屯地が会長。 第50普通科連隊が全通時駐屯地から高知駐屯地第1 a 社地区に移住。第14飛行隊が北徳島分屯地において進展。高知駐屯地第2 a 社地区を閉鎖。徳島県阿南市に徳島駐屯地を開設。第14施設中隊が第14施設隊に改編し、徳島駐屯地に移住。旅団司令部に火力調整部を新設。 第15普通化連隊を第15速応機動連隊に改編。第50普通化連隊に重迫撃砲中隊を新編。第14特化隊を廃止。平時14旅団に連続。第14校舎特化中隊を第14校舎特化隊に増強改編。第14戦車中隊を廃止し、第15速応機動連隊零下の機動戦闘車隊に改編の上。 日本原駐屯地から全通時駐屯地に移住。第14旅団は1個即応機動連隊及び1個普通科連隊を機関とする。旅団全般に対する火力支援は、新編の中部方面特化隊が担当する。旅団関越式における冷下部隊混成団から、旅団に改編される際に、関連する各地元自治体では、部隊増加に伴う駐屯地の誘致合戦が行われていた。 香川県では知事らが防衛庁に働きかけ、全通寺市に旅団司令部、三個普通家連隊の配置、三戸吉にある旧高瀬町が建設した回転のつかない工業団地にヘリコプター基地の誘致をすべく動いていた。同様に徳島県、高知県、愛媛県を誘致に乗り出していた。これらの県では大規模災害を想定した危機管理。 人口増加による地域活性化への期待を背景に自衛隊誘致に動いていた。なお、九段の工業団地については誘致は失敗し、2008年に地元企業が購入し一件落着している。最終的には普通科部隊が高知県高南市に、施設科部隊が徳島県阿南市に、航空科部隊が徳島県松手芸町に配置されることになった。 歴代の陸自戦車部隊、杖祐介、ウオーマシンレポートの50陸上自衛隊の戦車、部隊その歴史と、現状、P100 から109、アルゴノート社、2016年、14NBC、遠隔。www.mod.go.jp。2020年6月14日閲覧。被災大戦少女児が陸自隊員に手紙、私も頑張ると感謝。 福井新聞。2011年5月31日閲覧。自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与、等に関する法律施行令の一部を改正する。政令。陸上自衛隊松山駐屯地駐屯部隊。陸上自衛隊松山駐屯地。2018年4月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年4月1日閲覧。 陸上自衛隊生徒24期、膨大31期相当四国新聞前通時、陸上自衛隊の旅団化2002年12月1日、四国新聞原価工業団地、分場官僚へ、水戸吉2008年7月9日。ありがとうございます。